成報告が終わったから早速任務をやるって。さすがカカシ先生。まずは綱手師匠のところでカカシ先生と合流しましょう。綱手のばあちゃんとこっていうと木陰の屋敷だな。わかったってばよ。それは五代目に聞いてからのお楽しみだ。五代目、カカシ班集まりました。うん。では早速任務の説明をする。ワクワク、どんな任務だろう。お前たちにやってもらう任務は盗賊退治だ。盗賊タイジ？ナルト、お前のことだ。そんなのじゃつまらないとか思ってるだろう。ギク。やだ。だが、今回の任務は少し難易度が高い。どういうことですか？盗賊は盗賊だ。火の国一の大盗賊団を潰す大きな任務だ。うわぁ、それやりがいがあるってばよ。でも、そんなに大きな盗賊団を潰すなんて私たちだけで大丈夫なんですか？安心しろ。別にお前たちに全ての盗賊を倒してこいとは言っていない。倒すの盗賊団統領ただ一人だ。なるほど、内側から盗賊団を壊すということですね。ちょうど木の葉の里の近くにその統領が来ているという情報が入ってな。それを今から潰してもらう。ふむふむ、分かったってばよ。よし、カカシ先生、さくらちゃん、頑張ろうぜ。頼んだぞ、カカシ。よし、それじゃあ盗賊退治に出発。ちょっと待ちなさいよ。あんた盗賊がどこにいるか知らないでしょ。あ、そうか、うっかりしてたってばよ。へえ、まったく。情報によると盗賊は木の葉の外れ、新緑の丘に潜伏しているらしい。よし、さっさと解決してやるってばよ。新緑の丘よ、間違いんじゃないわよ。棟梁はかなりの強さだという噂だ。気をつけていくぞ。
お前が火の国で暴れている盗賊団の頭だな。わざわざ木の葉の里に来るなんてバカなやつだってばよ。貴様こそ一人で何ができる。え、あれ、さくらちゃん、かかし先生、どっちもいねえ。バカな、おめえなんぞ返り討ちにしてやる。なんだってばよこの数。アホが、棟梁の俺が手下を連れてこねえわけねえだろ。こんなもんなの。さあやっちまうぞおめえら。ぶっ倒してやる。さあ始めるか。周りの手下は全部捕まえたわ。
まさか。ここまでだ。よく頑張ったわね、ナルト。お前が棟梁の気を引いてくれているおかげで、俺とサクラが自由に動くことができた。ね、よかったってばよ。さて、それじゃあ五代目に報告しに戻るぞ。おう！捕まえたってばよ。ああ、どうやら成功したようだな。よく頑張った。とりあえず今日の任務は終了だ。ゆっくり休め。はい。俺ってばまだ動けるのに。あんたね、あれだけ動いたのに、なんでそんなに元気があるのよ。ナルト、お前のことだ。そう考えていると思った。あ、安心しろ。お前にやってもらう任務はたくさんある。ふむふむ、なんかやる気が出てきたってばよ。ほんとタフね。窓口は静音に任せている。今は他の任務で出ているが、時期に戻る。静音が戻り次第、あいつの指示のもと任務を行うように。わっ、それでは今日はご苦労だった。任務は完了だ。ふう、やっぱりちょっと疲れたってばよ。焦んなくても任務はいっぱいあることだし、今日はゆっくり休もっと。はあ、美味しかった。やっぱラーメンは一楽に限るってばよ。ナルト、あんたこんなとこで何やってんのよ。え、いや別に何も。船出師匠が全ての忍びに集合かけたっていうのに、あんただけよ、来なかったの。そんなの全然聞いてねってばよ。ほら、今からでも遅くないから、早く船出師匠のとこに行ってきなさい。はあ、集まっている時に一体何を。小言なら後でゆっくり聞くからさ、今は何があったのか教えてくれよ。ここまあいい、確かに今はそれどころじゃない。何があったんだってばよ。数年前に壊滅したはずのある一味が復活し、一斉に動き始めた。ある一味って。名を顔なし一味と言ってな、天才的に変化の術が得意な一味だ。奴らは他人になりすまし、盗みや脅迫を行い、一般民を苦しめる存在で、すでに多くの被害が出ている。実はつい先日、木の葉にも盗みに入り、忍びリストと
任務報告書を奪っていきやがった。やつらはおそらくそれを使って知人や今まで任務に絡んだ相手の姿を借りるんだ。それは厄介だってばよ。この一味はとにかく人数が多くてな、全員捕まえるのにとにかく時間がかかる。だからこの前木ノ葉の忍び全員に対し一斉に捕獲命令を出したというわけ。うん、とりあえずその顔なし一味ってのを捕まえればいいんだな。任せとけってばよ。お前にもこれを渡しておく。おそらく奴らはこのリストに上がっている顔を使っているはずだ。顔なし一味を捕まえたら印をつけていけ。サンキューばあちゃん。よし頑張るってばよ。開始。騙されないようにね。お、わん。よし、頑張るってばよ。Thank you.
はカカシ先生たちと合流しなきゃな。よーし、今日も任務を頑張るってばよ。得てしてこういう時は